牧場物語生みの親が送るオリジナル完全新作リトルドラゴンズカフェ秘密の竜と不思議な島レシピと食材探しの冒険へプレイヤーの主な仕事は料理のレシピと食材探し離島は食材の宝庫野鳥を連れ帰って卵を収穫したり木や茂みでは果物、野菜、調味料が取れるほか海や川では魚釣りが楽しめる狩ると食材をゲットできるモンスターもレシピのかけらを集めれば新しい料理が作れるようにドラゴンに広がる世界冒険の後もドラゴンに助けを借りると洞窟から食材を拾ってきたりズッキドンを買ったりより多くの食材を集めることができるようにドラゴンは物語の進行とともに大きく成長障害物を壊したり岩を押したり空を飛んだりできることが増えていく今まで行けなかった場所にも行けるようにドラゴンから取れるドラゴン肥料を使うと希少な食材や新しい食材が収穫できるように食べさせる料理によってドラゴンの色を変えることもカフェを盛り上げよう見つけたレシピと食材で料理をしてカフェのメニューを増やしていこう冒険に出ている間カフェはスタッフにお任せ食材を絶やさず美味しい料理を提供することでカフェの評判がアップ個性あふれるお客さんが来店するように中には悩みを抱えたお客さんもカフェで過ごすうちに心を開いてくれるので悩みを聞いてあげようたくさんの出会いの中でお母さんを救う方法が見つかるかも朝昼一日の過ごし方はあなた次第ドラゴンと一緒にファンタジー世界で冒険生活リトルドラゴンズカフェ秘密の竜と不思議な島8月30日発売マーベラス